はいどうもミニマリストたけるです。今回の動画ではしゅうさんに20個ほど質問をさせていただこうと思います。お願いします。お願いします。はい、ではまずはじめに自己紹介お願いします。はい、夫と4歳の娘と3人暮らしをしております。暮らしやすくしゅうと申します。はい、お願いします。ということでしゅうさんとはコラボ数ヶ月ぶりということで、まあその後のまあ変化だったりとかいろいろミニマリスト生活のこととかいろんなお話質問を投げかけていこうと思いますので、はい、じゃあまず早速1個目の質問は、まあ、以前の動画でも聞いたとは思うんですが、改めていつ頃ミニマリストに目指し始めたとか、まあ、目指し始めた理由とかあればちょっとお願いします。今の家に引っ越してきて娘が1歳になる頃目指し始めました、はい、初めは夫と同棲をした時に片付けられないっていう自分の悩みにすごい悩んでて、でそこから片付けに興味を持って過ごしてたんですけど、その娘が生まれた時にやっぱり娘のものが増え出してうまく片付けるようになりたいっていう風に調べていた時にミニマリストさんの動画と出会ってそこからハマって目指してますことですね、はい、もうお子さんが1歳の時が結構その片付けた意欲が一番高かったみたいな。そうですね、はい、それ大体何年ぐらい前ですか。3年ぐらい前ですね。今4歳ぐらい、はい、4歳ぐらいのお子さんがいて、まあ、1歳になったタイミングでちょっと物が増え始めてっていうところで、なんか動画から学んで、はいはい、ご自身のお部屋とか片付けていった感じですか。そうですね、本当知識がないプラスもともと片付けができないで、病気かな自分はって悩んでいたので、はいはい、もうそこはずっとひたすらミニマリストさんの動画を見て、自分に反映できるものっていうのを、はい、勉強してっていうところですね。ちなみに、はい、僕の視聴者さんもなんか最近なんか40代とか50代の方とかが結構増えてきて、お子さんとかもいらっしゃると思うんですけど、なんかお片付けのポイントとかコツとかはあったりとかはしますか。感じるのは、はい、積み重なると片付けられなくなる状態が発生してしまうので、うんうん、その手前の段階で、はい、リセットをかけるっていうところですかね。はい、もう細かくリセットするというのがポイントですね、はい、そうですね、はい、あと、はい、例えばお子さんのものの片付けとかもしポイントあれば。そうですね、お子さんのものはよく散らかる、うんうん、毎日散らかるので、はい、夜ご飯食べ終わった後に必ず一緒に片付けるっていうのを気をつけてやってます、うんうんうん、なるほど、はい、ありがとうございます、はい、では続いての質問なんですけども、もうかれこれ3年4年ぐらい、まあ、ミニマリスト生活というか片付けをし続けてきて、なんか物欲はどうなったのか、ご自身の物欲はどう変化していったのかかは気になります。昔は本当に物欲の塊というか、やっぱり安ければなくても湧いてくるものみたいな、お得感っていうので、はい、自分の気持ちを制御できなくてっていうところだったんですけど、はい、だんだんそのものを減らしてて、生きていくのに必要がないっていう感じで、買い物の時にその考えを、ね、まとめていったら、今はそれほどなくなってきたんですけど、はい、ストレスがやっぱり溜まり始めると、はいはい、何か買いに行きたいみたいな、特に買いたいものはないんですけど、はい、買うことで何か新しく気持ちが、うん、入れ替わるというか、そうですね、気がして、はい、買った時の高揚感がアドレナリンが出ちゃうんですかねはいはい、はい、なってで買いたくなっちゃうので、うん、やっぱりそこは気をつけなくちゃいけないなと感じてます。一応まだまだ、まあ、物欲はだいぶ減ったけどまだその物を買ってちょっとストレス発散する部分もあるよっていう、そう、もう必死に抑えて、はい、なるほど、はい、っていうことです。ちなみにあとなんかご主人さんとかお子さん物欲とかはどうですか。昔に比べてだいぶ物減ったと思うんですけど、買い方と か物欲とかに変化はあったのかどうなのかっていう、そのリアルをちょっと知りたいなと。夫の方はもう昔からあまりこう物欲がないので、はい、こちらが欲しいって聞かないと欲しいっていう風に言わないんですよね。ちっちゃくなった服、はい、ボロくなった服を着てみるのを見て、買い替えた方がいいんじゃないって言っても、そうだねっていうぐらいの。じゃあすぐ買わないし、どっちかというとしゅうさんよりも物欲がないみたいな。全くないんですけど、娘の方は、はい、例えばコマーシャルを見るたんびに、あ、なるほど、そのたびにこれ欲しい、あれ欲しい。大変ですね、親も。なるほど、それどう説得するというか促すんですか、お子さんに。結構あっさりしていて、はい、そのコマーシャルが終わると忘れちゃう、あ、なるほど、っていうのもあったり、はい、あとはもうこの間誕生日とかそういう時に買ったおもちゃがあるから、
大事にしないとかわいそうだよねっていうのを伝えて、そうだねっていう、あ、なるほど、納得してくれるんですね。そう、気持ちを共有してもらって、なんかお子さんの場合物欲っていうのはなんか好奇心が旺盛みたいなイメージがありそうな、ね、あそこ行きたいここ行きたいっていうのもきっとあるでしょうし、はい、はい、っていう感じです。すみません、ありがとうございます。で、あとはなんか最近買ってよかったものとか、もしくは今後なんかちょっと買ってみようかなって気になってるものはあるのかっていう。あ、買ってよかったものは主に掃除道具が多いんですけど、なるほど、このね、マイクロファイバーの布巾をダイソーで買ったんですよね。はい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 、そしたらもう洗剤を使わなくても結構手垢も綺麗に落ちるし、特に電化製品なんかは水分、はいはい、洗剤がかかると壊れてしまうものとかあると思うんですけど、もう結構綺麗にさささっと拭けるので、はい、これは本当に買ってよかったなと思いました。100均で安いし、安い上に機能がコスパ以上っていう、マイクロファイバーのタオル、そうですね、はい、なんかタオルコーナー、掃除コーナーにあるみたいな感じなんですか？タオルコーナーにあると思います。なるほど、っていうことですね、はい、はい、もうこれは主婦必見ということで、はい、であとなんか最近気になってるものとかはありますか？これちょっと買おうかどうしようか迷ってるみたいな、はい、新しい iPad でしたって。お、 iPad、 これですか？そうです。あの今パソコンを使っているんですけど、はい、すごく重くて、はい、充電の消耗が激しいんですよね。あ、なるほど。 iPhone で使っているアプリが使えないことがあるんです。なので機能性も機動性もいい、うんうん、iPad に変えたいな。パソコンからって感じですか？パソコンも持ちつつって感じですか？いえ、もうパソコンも手放して、こっちに変えたいです。あ、なるほど、っていうところですね、はい、iPad Pro 僕持ってるのはそれなんですけど、はいはい、プロがいい。 Air もなんかあるみたいですけど、あの動画を編集できるように。そしたらプロの方がいいかもしれないですね、はい、もしかしたら。で、あとちょっと動画外でも言ってましたけど、 iPhone もちょっとどうしようかみたいな、最新の出ましたけど、買い替える予定はなくて、うんうん、今も変えられないと思うんですけど、はい、とにかくカメラの性能が良くなっているっていうのを聞いて、うんうんうん、シネマティックモードっていうんですか、はい、うんうん、から一眼レフとかそういう映り方、うんうん、撮り方ができるよっていうものがあるので、うん、もういっそのこと iPhone と iPad だけにして、うん、コンパクトにしたいな、なるほど、夢です。っていうところですね、はいはい、それはもう YouTuber 的な必要な仕事道具としてお金をちょっとかけてみたいっていうところですか？そうですね、はい、ありがとうございます。では、続いての質問は、なんかミニマリストになって、まあ、物もだいぶ減って、で物欲はそこそこ抑えられるようになってきたと。で、そんなお部屋でも散らかることはあるのかっていうのはちょっと聞きたいところですね。本当に毎日散らかるんですよね。これはもうお子さんがいらっしゃったりとかするからっていうのもあったりとかはするんですか？もう主に今、はい、そうですね、娘が次から次に気が移っていろんなおもちゃを持ってくるっていうのもあるんですけど、はい、私自身のものとか、うんうん、夫のものとか、うん、もう片付けきらなくて、うん、出しっぱなしになっちゃうっていうことがあるので。なるほど。そうですね、散らかりますね、はい、っていうことですね。でもなんか毎日か分かんないですけど、まあ、定期的にはリセットしたりとか整理整頓する時間もあったりとかはするってことですか？そうですね、一日のどこかで、うんうんうん、本当に今娘が幼稚園に行っているので、うん、幼稚園に行っている隙に片付けるっていうのもあるんですけど、うんうん、娘とそのお掃除のやり方を勉強したいっていうのもあって、うんうんうん、いる時に娘の機嫌がいい時ですね、はい、ご飯を食べてすぐとかですね、はいはいはい、片付けますね。なるほど、ちゃんと見本を見せつつ一緒に学ばせるみたいな、はい、ところですね。あとなんか定期的にそれこそ片付け、まあ、断捨離とか物を減らすっていうのはなんか定期的に設けたりとかするんですか？そうですね、やっぱり収納が欲しいなって思う時があるんですよ、うん、はいはいはい、その時はもう物が増え出した合図だなっていう風に感じるので、うんうん、はい、そのタイミングで買い物に行く前にいるかな、いらないかなっていう選別をするようにしています、うん、なるほど、っていうことですね。ちなみになんかちょっとストレス溜まった時、なんか物買いたい衝動があるとかおっしゃってたじゃないですか、はい、でもし買った時はなんかワンインワンアウトとかするのかしないのかってなんかあるんですか？買う前にアウトをしますね、はい、あ、なるほど、はいはいはい、そういう習慣を設けて増えないように。もうできないかもしれないじゃないですか、ワンイン入った後にアウトすることができないっていうことも考えられるので。なるほどなるほど、そこは先にっていうことですね、はい、ちなみになんか最近、まあ、ここ1ヶ月でも2ヶ月でもいいんですけど、なんか減らしたものとかはあったりとかはしますか？減らしたもの、はい、そうですね、すごいデザインが好きで、うん、まだ1年ぐらいしか履いてなかったブーツを、うん、はい、売りました。なるほど、それはもうデザイン的にちょっとあれだからって感じですか？いや、まあ、長時間履いたら靴ズレがすごく後になっちゃったので、なるほどなるほど、これは履いていられないなと思って、
ので、はい、もったいないですけど、うんうんうん、売りましたということですね、はい、ありがとうございます。では、続いての質問はもうミニマリスト生活もねだいぶ、まあ、数年と長いことだと思うんですけど、なんかミニマリストになってミニマリスト生活を送っていて一番良かったことは何ですか？そうですね、物が減ったっていうので、うん、片付けるときにどこから手をつけていいのか、はい、うん、分かりやすくなったっていうところがあります。なるほどっていうところです。汚れとか散らかる部分がもう明らかになってパパッといけるみたいな優先順位が見えてきたというか、はいはいはい、はい、っていうのが結構大きいかなっていう感じです ね、はい、ちなみに物が多かった時に戻りたいとは思いますか？シュウさんは。あ、昔のちょっと思うんですよ。それ不思議ですね。なんでですか？写真撮らなかったんですよ、多かった時の、はいはいはい、だから多かった時に戻って写真を撮って写真撮るためだけにはいはいはい、なるほど、はい、暮らしぶり的にはなんかその過去の、まあ、それこそ、まあ、物欲まみれのって言ってちょっとあれだけど、まあ、物買ってで溜め込んでの暮らしと、まあ、今割とスッキリしてるわけじゃないですか。どっちがいいっていうのはありますか？写真うんぬんじゃなくて、はい、もうそれはもうあの物が少ない生活をやっぱり続けたいですね、はい、戻りたくないです。理由はありますか？片付けるにも物を手放すにも、うんうんうん、本当に何からしたらいいか途方に暮れてたんですよね、うん、っていう自分には戻りたくないですね。なるほど。なんか不便とか後悔とかはなくですか？物が少なくてなんかたまに捨てすぎて、うん、まあもちろんあの物が多い生活の方がいいっていう方とかもいらっしゃるから、そうそう、なんかシュウさんの場合、まあ、お子さんもいらっしゃって実際どうなんだろうなと思って過去に手放したもので、うん、あれ捨てなきゃよかったって思うことがあんまりなかったので、うん、そこは、まあ、もうなおさら少ない方がいいかな、ね、よかったのかなって。はい、ありがとうございます。では続いての質問は、シュウさんがミニマリストになって、まあ、チャレンジできるようになったこととか、まあ、チャレンジしたこととか何かありますか？はい、あのもう YouTube に動画を投稿し始めることができたってことですかね、はい、なるほど。また後でも聞くかもしれないですけど YouTube 始めたのっていつぐらいでしたっけ？3年前ですね。3年前ミニマリストに。おー、2018年ぐらい、おそらくその時期だと思います。おー、なるほどっていうことですね。もう YouTube 始めたのが一番でかかったと。はい、はい、またきっかけとかはまた後ほど聞きます。はい、はい、では、続いての質問は、物を減らすとよく、まあ、多くのミニマリストさんはなんか節約できるようになったとか貯金できるようになりましたっていう風におっしゃられる方多いんですけど、シュウさんのご家庭は実際どうですか？物を減らし始めて貯金とか節約はできるようになりましたか？過去の動画でも、うん、自分自身で計算をして出したんですよね、はい、どのぐらい生活費が浮いたのかなとか、うん、年間で貯金がどのぐらいできるようになったのかなって計算したんですけど、やっぱり生活費、はい、特に食費と日用品費がものすごく減ったので、うん、あの節約できている気がします。なるほど。食費と日用品が一番でかい大きいですね。あ、なるほど、はい、なんかどれぐらいでしたっけ、なんか年間でいくら節約になったって動画も確か出してましたよね固定費も含めちゃうんですけど、うん、確か年間180万円ぐらい。結構でかいですね。そうですね、それぐらい節約になってっていう。はい、ありがとうございます、はい、続いての質問は、シュウさんの今までの人生でなんかターニングポイントになった瞬間とかはありますか？夫と出会ったことですね。なるほど、はい、めちゃくちゃいいですね。これいつぐらいに出会われたんでしたっけ？5、6年前でちょっと覚えてないんですけど、まあ、そんなもんです。我が家もそうです、はい、5、6年前に出会って、でそれが何が大きかったんですか、そのご自身にとって。それまでは、うん、片付けられないのはしょうがないって諦める自分がいたんですよね。なんですけど、シンプルな夫の部屋だったり、うん、はい、暮らしを見ているうちに自分も片付けられるようになりたいって、なるほど、向き合うきっかけになりました。いうことですね、はい、めちゃくちゃでかいですね。これ旦那さんが物めちゃくちゃ多くて、もうコレクションもめちゃくちゃしてたら、うん、今のシュウさんいないってことですもんね。いないと思います、ですね、はい、なるほど、まあ、そういった意味でもすごく、まあ、旦那さんとの出会いが大きかったと。はい、はい、ありがとうございます。では続いての質問、ミニマリストになって、まあ、物減って、まあ、だいぶ悩みとかストレスとかもね減っていく方結構多いんですけど、はい、まあ、シュウさんはなんかミニマリスト生活を送っている上でなんか悩むこととか、まあ、不安になることとかはあったりとかはするんですか？昔の悩みと今の悩みって違うんですけど、うん、はい、昔は本当人間関係で悩むことが多かったんですね。職場とか友人とか家族とか、はいはい、まあ、全部なんですけど、うん、今はもうそういう悩み
がなくなって、うん、YouTube のことですかね。まあ、仕事だったりとか、はいはい、ちょっとなんか悩む内容が変わってきたみたいな。そうですね。お、はい、なるほど。昔はそれこそどうでもいいことで悩んでたんです。あ、今ではそう思うわけですね。相手がどう思ってるかもしれないって、もうしょうがないじゃないですか、まあ、そうですね。っていうことをずっと気にして生きていたんですけど、うんうんうん、あんまりそれが気にならなくなって、うんうん、いいですね。その YouTube ばっかりになりました。、はい、ちなみになんかこれ言っていいのかわかんないですけど、 YouTube はどういう悩みがあったりとか、まあ、不安とかかもしれないですけど、やっぱり YouTube 作る時間がないこととか、 あとはどういうものを作ったら興味を持ってもらえるんだろうっていう悩みが日々尽きないです。なるほど、ということですね、はい、ちなみにちょっと余談なんですけど、あのやっぱお子さんがいらっしゃると、そのお子さんに対するその悩みとかはあったりとかはするんですか、まあ、教育のことだったりとか、まあ、お金のことだったりとか、はい、なんかそういったところ。昔だったら多分、はい、うん、周りの子供さんたちが習い事をしてるから、うんうん、何をさせたらいいんだろうとか。確かに習い事結構ね、でかいですよね。思うんでしょうけど、はい、今はもう娘がやりたくないって言ってるんだからっていうところで、娘の気持ちを優先して進めるようにしたら、あんまり悩むことはないかもしれないですね。おー、なるほど、っていうことですね、はい、ありがとうございます。では、続いての質問は、まあ、先ほどもちょっと YouTube のお話が出てきたんですけど、一番最初 YouTube 始めようと思ったきっかけをちょっと知りたいなと思いまして、はいはい、娘をあの面倒見ながらできることは何だろうっていうところで、はい、はい、始めましたっていうところですね、はい、ちなみに YouTube 実際始めてみて、なんか良かったことはありますか。それまで堕落した生活を送っていたんですけ ど YouTube してなかった時は娘と一緒にお昼ごろ来てみたり、うん、散らかってても別にいいし、はい、食器がシンクに溜まってても死ぬわけじゃないと思って、まあまあまあ、なるほどね、はい、生きていたんですけど、はい、でもやっぱり娘のためにも良くないし、うん、まあまあまあ、夫が仕事から帰ってきて、うん、それだけでもその片付いてない部屋見ただけでも疲れると思うんですよね、うんうん、なんで YouTube 始めてから1日の流れをしっかり組めるようになったというところで。なるほど、 YouTube のおかげで生活も整うようになったと。そうなんです、はい、規則正しく起きて、規則正しくなんか、ね、掃除したりとか整理整頓したりできるようになって。そうですね、はいはい、結構大きいですね、はい、逆になんか YouTube を始めてみて、あ、これ大変だなとか難しいなって思ったことはありますか。そうですね、あの結構集中してしまうので、うん、娘が話しかけても気づかない時があったりするのが、これはその両立するのが難しいってちょっと思いました。確かに、ノイズキャンセリングのとかじゃなくてってことですか。じゃなくて、あ、もう本当に目の前のことしか見えなくなるっていう。なので、あ、これはする時間、 YouTube に取り組む時間をセーブしないと、うん、家族に迷惑をかけてしまうなっていうところが、うんうんうん、なるほど、っていうところですね、はい、でじゃあ続いての YouTube の質問なんですけど、 YouTube 始めたいとか副業されたいっていう方とかも中にいらっしゃるので、なんかしゅうさんがここまで YouTube を伸ばしてこれた秘訣とかコツを聞いてみたいなと。はい、はい、そうですね、あの今必要な情報って皆さんそれぞれにあると思うんですけど、うんうんうん、私がその当時そのバズったっていうのも変なんですけど、はい、うんうん、のはあのやっぱりその流れ、うんうん、時代の流れを読んだわけじゃないんですけど、はいはい、たまたまコロナになったばかりの頃に上げたお掃除の動画が少しあの伸びたんですよね、うんうん、っていうのを考えると、うんうんうん、やっぱりその何を皆さん欲しいか情報としてっていうところで、それを動画にまとめていくことが伸びるコツなのかなってちょっと思いました。時代の流れも含め視聴者の皆さんが何を見たいのかとか求めてるのかとかを考えつつ企画して撮影して、それがうまい具合に伸びたっていう、はい、はい、ぜひぜひ皆さんもそんな感じでやってみてほしいなと思います。では続いての質問は、しゅうさんはどういうことにお金を使うのか、まあ、使いたいと思ってるのかありますか。主にそのやっぱり、ね、はい、必要でないものにはあまりお金を使うのはどうかと思うので、うん、はい、まあ、あの生活に必要なお金は、まあ、基本的にかかる部分として、うん、その他だとやっぱり家族と何か共有してできることにお金を使いたいなと思って、例えばお食事とか旅行とか。そうですね、今だとね、旅行が遠出ができなかったりするので、うんうんうん、近場でも一緒に楽しめることにお金を使いたいなと思って、うんうん、はい、っていうことですね。で、はい、続いての質問が、普段どんなことに時間を使うことがありますかっていうことなんです。これもやっぱ家族の時間とかですか。まあ、あの家族がいる時はそうですね、家族を第一優先にはしたいんですけど、うんうん、もうあの誰もいない時間ですよね、夫も仕事、はい、
行って娘も幼稚園行ってる時は、うんうん、もうずっとあのひたすら YouTube か家事かどれかをしてます。あ、なるほど。例えば今日なんか僕が来てるから撮影してますけど、これ通常はもう家事したりとか YouTube 撮影したりとか編集したりとかっていう。はい、一通りそのしなきゃいけない家事をした後、うんはもう、はい、YouTube ですね。おー、ということですね、はい、ありがとうございます。では続いての質問は、時間管理とかお金の管理でなんかしゅうさんが気をつけてることとか心がけてることはありますか？爆発したらリバウンドしちゃうって思っているので、うん、ほうほうほう、はい、あまり厳しくしすぎないこと、ね、なるほど、ちょっと緩くみたいな、はい、感じですね。はい、ちなみにお金の管理ってどちらがされてるんですか？それともなんか別々とかでやってるんですか？基本的には、はい、私がそのいろいろ計算して、うん、そういうやりくりはしてるんですけど、はいはい、一応その月末とかには夫と共有してっていうところですね。なるほど、っていうことですね。では続いての質問は、日常生活の中でしゅうさんは何が幸せなのか、何が楽しいのかっていうのをちょっと聞いてみたいです。はい、ちょっと夢がないんですけど。あ、全然、はい、そのやりたかった掃除とか片付けをして、はい、そこが綺麗になった時、おー、なるほど、幸せを感じますね。やっぱすっきりするのがやっぱいいんですかね。あ、自分にもできたっていう感動が、できなかった人間だからこそ、はい、そこに感動するというか楽しさを覚えるっていうことですね、はい、逆になんか日常生活の中でストレスなことはありますか？あ、やっぱり部屋が散らかり出して片付けられない自分がいる時ですね。お、なるほど。なんかもう本当暮らしっていう部分が結構じゃあ重要そうですね、しゅうさんにとっては。もう第一、はい、ね、重要ポイントですね。そうですね、ありがとうございます。では続いての質問は、なんかしゅうさんのなんか人生のモットーとか、なんか信念とか、なんかテーマがあればちょっと教えてほしい欲しいなと思ったんですけど、いかがですか？よく好きなことだけをするってあると思うんですよ、うん、すごく素敵なんですけど、うん、私はそれだけだと生きていけなかったので、うんうん、なんていうんですかね、付き合いもあるし、うん、日々のその苦手なことにも向き合わなきゃいけない時間もあるので、うん、嫌なことをしない。おー、なるほど、はい、そっちにちょっと意識を向けてみたっていうか、フォーカスしたっていうことですね、はい、ちなみに言いにくいかもしれないですけど、しゅうさんにとって嫌なこととか言える範囲で大丈夫なんですけど、ありますか？なんか人間関係になるんですけど、なるほど、はい、無理なお願いをされてとか、自分がしたくない頼み事とか、うんうんうん、なんていうんですかね、気持ちが動かないことを強制されるのが本当に嫌なんですね、はい、なるほど。そこら辺もちょっと緩くやりたいというか、断ったりとか。もう断りたいですね、やっぱりそれをこなしても、なんでやっちゃったんだろう、自分も辛いだけだっていうのしか残らないので、うんうんうん、なるほどなるほど、はい、っていうのは、まあ、なるべくちょっとやめてっていうことですね。では、続いての質問は、今しゅうさんが興味関心あることとか、なんか勉強してることとか、もしあれば教えてほしいなと思います。今の資格試験に興味があって、取得ですね、資格取得に興味があって、はい、それは勉強していきたいなって考えてます。ちなみに何系のとかはあるんですか？あ、片付けとか暮らしのことですね。へえ、なるほど。そういうのをちょっと取って、はい、なんか何を目的になんですか？なんかご自身の暮らしをより良くするためなのか、なんかちょっと人の家を片付けようとか、なんか暮らしを良くする方向で行くのかとか。お仕事にしたいので、うん、片付けられない方とか、うんうんうん、どういう風にインテリアを飾ったらいいのかとか、そういう悩みを持っている方に寄り添ってお仕事できることがあればいいなと思うので、はい、勉強したいというところですね、はい、ありがとうございます。では、続いての質問は、しゅうさんが今までの人生で一番辛かった経験とか、なんか大きな挫折とかってありますか？はい、保険の営業をしていた時ですね。あ、なるほど、まあ、前職だから、なんか過去にその仕事でやってた時、結婚前にやってたお仕事なんですけど、はい、本当に辛くて、はいはい、私は何のために生きてるのかなってなるほど、仕事内容がしんどかったみたいな感じなんですか？仕事内容もそうなんですけど、はい、自分が思ってもいないことを保険を売るために決められた文言があるんですよね、うんうんうん、それを伝えるんですよ、うんうんうん、私はでもそうは思ってないのになって本心ではないのに、まあ、これ僕も営業したことあるから分かります。なんかマニュアルがあって、それ通り話して、うんうん、で、まあ、その文言でなんか引っかかったっていうちょっとあれだけど、いいと思ってくれた人をちょっとなんかね、こうやってウェルカムしてみたいな、うんはい、そう、それがちょっと微妙だったっていう。そう、やっぱり相手の不利益になることもやっぱり営業を取る上では必要になってきちゃったりするんですよね、まあまあ、そうですね、それが本当にもう
苦痛で耐えられなくて、辞めたいのに辞められないって悩んでました。なるほどっていうことですね。ちなみにじゃあそういうご経験からなんか得られたこととか、なんか教訓とかありますか？はい、そこでもう無理をして自分を作ろうって続けるのをやめようって学びましたね。なるほどっていうことですね、はい、逆に今までの人生で一番良かった経験はありますか？それも保険屋さんにいる時なんですけど、同じ時期なんですね。そうなんです、はい、その中でも何だろうな、自分にとって言い出すじゃないですけど、FP っていう資格があるんですね、はい、簡単な級から勉強していくんですけど、それが受かった時が一番の良かったなって思います。じゃあ今ファイナンシャルプランナーのお資格とかもあり？でも3級なので、はい、なんて知識だけです。なるほど。実際に生きてるかどうかはまたちょっと話が違 う確かもうちょっと2級とか1級とか持ってないとなので、はい、なるほど、はい、それはなんかステップアップする予定はないですか？ FP はもう使うところがないので、生きていく上で知識としてあればいいっていうところは勉強したので十分かなと思って、これ以上は。ちなみになんか結構僕もそうですし、結構いろんなミニマスさん、それこそなんか貯金したい、節約したい、投資したいっていう方が増えてきて、はい、なんか FP の資格どうしようみたいな方とかもたまにいらっしゃるんですけど、周さんがまあ学んでよかったこととか、なんか FP ってどういう資格なのかみたいな、言わないで覚えてないでいいんですけど基本になってくるその お金の流れとか、法律を詳しくは勉強しないんですけど、騙されないための予備知識が身につくんですよね。なんか国の制度とか、国の制度だったり、はい、そうですね、ちょっとおさらいしてこなかったんでちょっと思い出せないんですけど、全然全然、はいはい、ただやっぱり家計管理には大いに役立っております。実践できるっていうところが結構大きいっていうところですね、FP3 級は、はい、ということでありがとうございます、はい、では、続いての質問は、シュウさんが今のこの生活でなんか大事にしているなんか習慣とかルーティーンはあったりとかもしますか？さっきも言ったんですけど、はい、1日のスケジュールを立てられなかったので、それを立てること、はい、なるほど、はい、なんかスケジュールはなんか1ヶ月単位で考えるのか、その1日のトゥードゥーリストとかみたいな感じですか？1日のトゥードゥーリストですね、うん、なるほどなるほど。1ヶ月単位だといろいろ予定が入ってきちゃったりするので、うん、そこは難しいので、うん、はい、1日ごとに考えるようにしてるっていうことですね、はい、はい、ありがとうございます。では続いての質問は、今までに減らしたものの中でなんか周りから驚かれたものはありますか？それこそご主人さんでもいいし、お子さんでもいいし、ご友人でもいいし。車を自分の、はい、夫は夫で通勤車を持っているんですけど、はい、私が乗る車を手放した時ですか？おー、なんか動画にも上がってましたっけ、はい、なんで手放しちゃったのみたいな感じで聞かれたってことですか？それも聞かれたんですけど、絶対にまた買い戻すことになるよって友人に言われて、はい、すごいショックを受けたんですけど、はい、そのハングリー精神なのか、今手放して2年経っても、はい、いらなかったなって言えるっていう、思うのでよかったなって思ってます。これなんかやっぱお子さんが、まあ、生まれたりとか、まあ、いらっしゃるとやっぱ車って必要っていう、ね、まあ、イメージもありますし、大体、はい、まあ、どこのご家庭もってちょっとあれかもしれない、結構2台持たれてる方とかもいらっしゃいますもんね、はい、地域にもよると思うんですけど、あとはご家族が体が不自由で、ね、リハビリとか通院とかデイサービスを送らなきゃいけないっていう方は絶対必須だと思うんですけど、私の場合は家で作業してる時間がほとんどだし、娘も幼稚園バスでお迎え来てくれるし、また子供が生まれるんですけど、はい、その時にまた必要なら考えればいいやっていう。そうですね、まあ、2年だったら結構ね節約できますもんね。そうなんです、車がないだけでも維持費だけでも100万円以上は置いているの で、ね、はい、ありがとうございます、はいはい、では、続いての質問はこれ僕一番気になるんですけど、はい、そのなんかミニマリストって、はい、その結婚とか、 なんか同棲生活って大変なのかどうなのかみたいな、どう思われますか？これは個人差があると思うんですけど、はい、自分のものだけに集中することができればあまり気にならないと思っていて、はい、私自身もやっぱりミニマリスト目指し始めた時っていうのは、もう相手のものとかそういう自分がどうにもできない部分に目がいっちゃってた時はすごく大変だったんですけど、もうしょうがないっていうことを理解した時に、はい、割り切ってお互いの個人スペースをちゃんと分けて
で共有部分に私物を置かないっていう約束ができれば、うん、あんまり大変じゃないのかなっていうふうに感じてます。そこと、なんか誰でも通る道ですよね。そのなんか相手の持ち物気になるっていう、で最終的に割り切ってなんかもう、ね、分けた方がっていう、まあ、我が家でもそういうふうにやってるから結果そこに行き着くのかなって思ったりとかしました。では最後の質問です。シュウさんは1年後5年後10年後どうなっていたいのかっていうなんか夢とか目標があれば。そうですね、はい、じゃ順番に、はい、お願いします。このその1年間っていうのはもう貯金を増やすっていう、うんうん、もうまだ少ない、まだまだ少ないので増やして、うん、5年の間には資格を取得して、で10年間の間にその資格を生かして仕事をしたいっていう夢はあります。ことですね、はい、その YouTube も続けながらって感じですか。YouTube、 そうですね、はい、できるところまで頑張りたいです。やるとほどほどね、はい、はい、ありがとうございます。っていう感じで以上20個ほどシュウさんに質問しましたので、ぜひ視聴者の皆さん参考にしていただけたらと思います。ということで本日もありがとうございました。